今日の長岡は、荒川一匹。荒川区、キジハタさんですね。キジハタ結構でかかよ。ドーン。これやっぱ太かっすよね。太か。めっちゃでかいっすね。これ太かよ。くっつきましたね。ギャンしてくっついとったよ。くっつきまして。寄生虫ね。名前また忘れた。何やったかな。わ、プチチって言った。これはもう全然人間に害がないでですよ、はい、今日はちょっといつもと違います。この手法どうだろうっていうと、ちょっと試してみたいんですよ。これなるほど。分量とか僕が適当にしよっけんが、うんうん、分かりにくかと。奥様方だったりお父さんとか、あ、こうやってできるって、うん、意外と見れば分かったもんさ、うん、やる工程一瞬だけ見ればざっと流れが見えるような。そう、クローズとする形には多分いいんじゃないかなっていう作り方。じゃあやっていきますよ。はい、ここだけちょっと面白そうやっけんが普通通りやろうかとこいつ入らんぐらい太かったですよ。いいでごわすか大丈夫ですか。どうなんだろうか。あ、やっぱそうなるよね。あ、いいんじゃない。これほら、あ、尻尾ゴリ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 エアケーブルです、ここで。かっこいい。あといてどうしようもないですよね。つけるのも辛い。味噌汁で使って音も使いますよね。開けながら揚げていきましょう。なんかちょっと中華風な中華鍋バーで、ね、探しに行ったんですけど、ダイレックスにね、はい、ダイレックスには流すもんね。ほら、ボコ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 、色が変わるよね、やっぱね。これ十分上がるっすよね。あ、上がりそうっすね。こんな感じで揚げるって初めて。どが頑張っても使い切れんときだもん。こんなの上に揚げるってことさ、油5リットルぐらいいいよ。いい感じに入ろうかというところですね、これ。もうこれどんなもんですか、これは。お腹にかけましょう、お腹にかけとこうか。お腹の上に。油攻めですね、これ。この湾曲を利用してこういうふうに。いい形になっちゃったのか、この形にすれた。これもともとこっち方面やったっけ、反対方面行け。どっちかわからん。いや、こう反対方。あ、いや、え、回っただけかも。一匹丸々あげたいじゃない。そうですね。ね。だいたい今10分ぐらい。ね、あげましたね。難しいかな。やっぱ丸々あげてみたいじゃん。ほら、いけたでしょ、これは。あげるとあげると。あ、ちょ、危ない。よいしょー。ほら、すごくないですか、これは。どーん。丸あげでございます。あんをかけていきます。こいつは、いくぞ。あんかけを。あんかけを、どーん。見えなくなる。やばくない、あん多すぎ、これ。これ多すぎじゃないですか。できた。うざい、たっぷり。うざい、たっぷり。宇治畑の甘酢漬けでーす。今日、おいおい、新提案。コメントで見たとか、揚げたやつは味噌汁にぶち込んだら美味しいよと。絶
対うまいやろ。だしはあの銅柄は使っとけ、刺身を使ったやつの絶対うまい。行こうや。ジュッてならんけど悲しいな、これ。ジュッていい、ぜひ行ってほしい。あ、やっぱりか。なんかジューって言おうかね、ジューって言ってね、ジュー、全然ジューってお椀に入れて上から味噌汁かぶしたことないもんね。そっちの方が良かったかもしれないですね。ということで完成でございますけど、完成でしょうね。はい、今日はあちらにですねゲストをお迎えしております。さあ、スペシャルなゲストいきますよ。せーの、ドーン。あー、ごめんごめん、金貝さんでーす。バカポテクを、バカポン、ほら、これやばくないですか、これ。やばいなー。いや、ここはあんま一人で旅切らんばい。えし、赤畑のお刺身です、これ。あ、おー、バカポンでですね、行きましょう。え、ほら、ちょっと明らかにお椀がおかしいやつっすね。あ、でもちょうどいいかもしれない。うん、バチリ、なんか見栄えよ、これ。なんかこういうの旅館とかで出てきそうな感じじゃない。ほら、結構高級系でしょ。一匹丸ごとば、はい、あらかぶのお味噌汁にネギを、ネギまで入るぞ。いいですよ、やっぱネギは入れんぎ。はい、ほら完成、あらかぶの味噌汁。しかも揚げあらかぶの味噌汁。どうすか、これ揚げあらかぶの味噌汁なんていうとこだ、そこは。あるよ。なかなか。さあ、ソイギちょっと食ってみよっか。食べよう。はい、いただきます。いただきます。刺身からすか、行こうでしょ、行きましょう。炙ったやつですよ。あれ、すだちをかける、種ごと、これ、つける。はい、つける。はい、つける。いただきます。いただきます。うん、あ、カボス言いすぎたね、今。うん、俺もカボスだけでおかすよ、これ。いや、カボスと塩だけ、やっぱりあの、ナオさんに見せてもらった食い方あったよ。これだけ、これだけですよ。うわ、塩、オンリー、カボスだけ、カボス塩のみです。マジで。いただきます。うん、あ、うま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 い。後から食う、後から食う。うん、うまい。これうまい、カボス塩最強だ、これ。最強っすか。はい、もうこれマジうまく、後から、後から来る。バカポンだけ、バカポンだけ。はい、いただきます。はい、いただきます。うん、あ、バカポン、うまっ、うまっ。ポン酢にいろいろいただきます。いろいろがなんで。うまかっしょ。まあ、飲みながら、どうぞ。うわ、うまいな。焼酎。じゃあ、すんくん、これ行ってみますか、金川と一緒に。いいよ。頭につけるのはこれあれですね、唐津のカラワンくんですね。カラワン、なんかボンチュってやつね。バカチュラない。優しいですか。ごめん、用事だけん、帰る。今からお茶がですか。甘酢あんかけ一匹丸ごとですよ。吸ったのはスンくんですよ。僕です。うわ、あんと一緒にやろ。そう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 。お、食べた。そうそうそう、いただきます。ちょっと待ってください、タケンが。ちょっと待ってください。じゃあ一緒に食べてもらってごらんすか。はい、いただきます。ああ、うまい。マジか、成功。やっぱ酢が効いてる。お前に酢が効いてる。タンメンはねえって感じよね。ん、金貝さんに食わせる。タンメンはねえ。自分でボケツほっとってなかいですか、それ。うん、まいな。ほら、金貝さん、うまそうに飲みましたっすよ。スン君も追っかけろ、ほーっと言っていった。さあ、すいません、皆さん酔っ払ってます。はい、はい、乾杯。いいですね。ちょっとうまいっすね。うまいっすね。バーシューマがビールがね。じゃあ、いただきましょう。まず汁から。そうね、これこれこれ、揚げたアラカブが入ったみたいな。そうです。はい、すごかった。そっちの方がいけるよ、ね。うん、ほらー、だけ言うたたい。何も言うとらんばい。いただきますよ。はい、あ、優しゅなっすね。うん、あの、ばかり、あれ半分前半分優しさよ。そっちっすかね。うん。あ、揚げあらく、うまっ。あ、マジのガッパイあらこうな。うん、ほんでほんで、なんでだろう、えま、そんで、あ、あ、身うまっ。ね、あの、普通の味噌汁すぎ柔らこうなったけど、揚げとったい。そぎね、身のプリプリ感の残っと、プリプリのまま、ほら、マジマジ、そんな弾力性の残っとっと。発見だ、これ。
やべ、コメントいただいた人さん、ありがとうございます。あらかも揚げてしたらうまかったね。多分今なら 42.195km 走れるよ。頑張りますか。走ってこすか。食べてみて、マジでマジは。はい、どうぞ。どう違うか。あーね、なんか優しい。なんですかね、味噌汁っていうより、なんだろう、なんか味噌汁よね。味噌汁じゃないですね。普通の味噌汁じゃない。醤油じゃなかよね。これ編集すると大変だ。揚げてすることで身のあのプリプリ感残す。そこさね。で、はい、綺麗に残すとっすよ、プリプリ感。味噌の味噌汁の優しか。優しいです。結構ですね、濃いめに、うん、味噌自体は濃いめにしとっといいですよ。あ、うまい。なのに味のね、まろやかになった。うん、まろやかですね。いや、油入れたけんこってりになると思うじゃないですか。そう、俺もこってりだと思ってた。なんか違うっすよね。なんで？すごい。はい。赤頭もちったいじゃん。ああ、いいですか。俺なんかその味噌汁しか吸っとらんけんすよ、いっぱいですか。どうぞ。赤畑呼吸業すんのね。レモン塩。どっちどっちどっち、いや、こっちからいい。あ、こっちから、バカポンから。でもレモン塩からがいいですよね。カボスでね、それ味消化ちょっとって。レモンじゃなかよ。あ、すいません。もう一回こうやって、もう一回。レモンじゃなか。ここに塩をかけてください。ちょんちょんちょんってね、はい、炙りに合う。いただきます。いいかもしれないけどね。どうぞ。うん、よっね、さっぱりして、そしてやっぱ赤旗、味のある剣が余計ですね。後からキジハタの味、キジハタじゃなかった赤旗の味が追っかけてくる感じですね。本当にさっぱりして美味しいです。今の間違いはいかん。キジハタと赤旗の間違いだろ。もっと言ってください。もう野口英世と野口五郎は間違えたぐらいのさ。それは焼き餅ですか。俺今結構いいこと言ったと思うわ。はい、いいことだったような感じですね。はい、どうぞ。はい。あー、バカポンもうまいっすね。バカポンうまかった。バカポン、ナオさん、うまかです、バカポン。バカポンやばかね。ほんとにうまいです、これ。いろいろ教えてほしかったけど。あ、バカポンの中身でしょ。うん。いろいろ。このバカポン作る方を教えてくれたのは、あの、藤木直人さんです。え、はい、ということで、はい、この、はい、今回の丸揚げ、はい、キジハタのあんかけですね。あんかけですね。これが豪快で、しかも今回新しい編集で、うん、よかったと思う方、高評価をいっぱい押してください。はい、はい、いっぱい押してください、はい、あ、高評価そうっす。高評価もう一回お願いですか、カレーさん。なんで、高評価、チャンネル登録もコメント欄もぜひよろしくお願いします。サブチャンネルもお願いします。サブチャンネル見てくださいね。いよいよ。本当すか。バカポンしたんですよね。今日はルアーフィッシングっすね。ルアーフィッシングね。もうルアーフィッシングっすけどね。何なんだろうな、多分。結構勢いが。お、やったじゃん。ちょっと大問題発生。大問題発生。マジで。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後、アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。